2010年世界室内陸上競技選手権大会はカタールドーハのアスパイアドームで2010年3月12日から3月14日に開催された陸上競技大会。この大会は2010年に国際陸上競技連盟主催で開催された6大会のうちの最初の大会となった。バーナード・ラガトコン大会で最年長の金メダル獲得者となった。 デディタム号フランス代表唯一のメダル獲得者であり、3段、飛べで室内の世界記録を樹立した。IAF は2007年3月25日に、ケニアのモンバサで開催された、理事会において2010年世界室内、陸上競技選手権大会の開催地について、トルコとカタールの立候補があったことを公表した。同年の11月25日に、IAF 理事会は、ドーハが、 開催地に決定したと発表した。この大会は中東で開かれる最初の陸上競技の国際大会であり、室内陸上競技大会がヨーロッパ及び北アメリカ以外で開催されるのは1999年の前橋大会以来に度目である、室内競技場はドーハのアスパイアゾーンにあり、アスパイアドームでは2008年にアジア室内陸上競技選手権大会の 開催経験がある。2010年はドーハで2つの国際試合があり、もう一つの大会は5月にカタールスーパーグランプリと同時開催された2010年 IAAF ダイヤモンドリーグであった。大会に先立ってカタールの組織委員会はドーハで会場のテストイベントとしてジュニア室内陸上競技選手権大会を開催した。同大会は2月26日に11カ国の選手が 出場して13種目の競技が行われた。今大会では出場国数が過去最高を記録し、150、カ国から374人の男子選手と283人の女子選手が大会に出場した。大会マスコットは、中東原産の中型の猫カラカルを擬人化したサガムである。2009年世界陸上競技選手権大会のマスコットベルリーノの成功を受け、 今大会でもマスコットが制定された。IAF はインターネットでの特定の国へのライブ音声や映像の配信を拡充し、デイリーモーションを経由した生放送やオンデマンド放送が視聴可能となった。こうした大会での配信は初の試みであったロシアのアンナ・アルミノワは1500メートル競争に出場したがドーピング検査で陽性反応が出たため失格となった。 アルミノワが服用した風邪薬に含まれていた、プソイドエフェドリンの陽性となり、3ヶ月の資格停止処分となった。ありがとうございます。